こと、コミックやついです。燃えるジジイこと、エレコミック今立ちです。炎上系俳優の片桐仁です。あーね、決まった、決まった。なんで俺だけ炎上系俳優って書かれるんだよこれ、ね、俺だって燃えるジジイでいいじゃん。いやいや、孫ことなぎじゃない、孫ことなぎ、ね、炎上なんかしてないですから。んずっと炎上中ですもんね。いや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 、うん、まだね。いやいや、もうもうとろびで、とろびでずっとですもんね。ことことね、こと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 やってますからね。消えることはないですから、うん、いやいやいや、もうさあ、我々エレカタコンドライブ、モールコンドの人、はい、まさに今開催中でございまして、はい、今日もね、ライブを終えて、うん、来ておりますが、ね、あと全7公演中すでに5公演を終えて、はい、いよいよ明日の日曜、ね、昼夜2公演のみ、うん、いましたね。いやいや、ここまでなんとかね。そうですね、やりきれそうですね。そうですね、良かったですね、うん、はい、確かにね、うん、やっぱ本当いろんな公演がね、うん、いやそうでしょうね、うん、結構やっぱ中止になってますから世の中的にね、うん、その中ね、うん、これだけもう吹き荒れてる中、そして雪も降る中、まあ、我々だけは、まあ、ね、こと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 、ことこと、ね、まあね、こう地道にね、燃えるコントをやっておりますが、やっております。明日はですね、はい、あ、もちろん当日券も出ますのでね、はい、ぜひぜひ、ぜひ当日来てお願いいたします。くれるのが一番嬉しいんですけど、うん、はい、なんといっても配信がありますんでね。そうです、皆様、ぜひ生配信で見てほしいな、ね、はい、地方の方なんかお待たせしましたよ、うん、東京ね、来るの大変ですからね今ね、明日13時の回、そして17時の回、うん、はい、生配信、2回ともチケット発売中でございます、はい、そうなんです。これアーカイブ配信1週間視聴が可能ですから、うん、本当は生で見てほしいですけど、まあ、同時配信で、ね、見てほしいけど、うん、もしそれができなくても2月の20日日曜日22時まで、なるほど、購入できるという、はい、ぜひぜひ、ね、ね、ぜひ来ていただきたいですけども、もう初日から結構変わってますからね。変わりましたね、変わりました、変わりました、初日見た方も、ね、ぜひ、映像もかなり変えましたから、ね、そうですね、そうですね、細かくね、はい、変わっております、はい、はい、なので二度三度見ていただいても楽しいと思いますが、はい、ラジオネームクレちゃん、はい、エレカタの三方並びにスタッフの皆様お疲れ様です。どうも。エレカタコンドライブ燃える燃えろなんでね、燃えろなんね、あ、まあね、燃えるになっちゃった、まあ面白くなかったのかな、うん、まあでも、うん、これ皮肉で、うん、まあ未来だよね、燃えるっていうのはね。燃えろ今度の人、うん、雪の日2日目見に行きましたと、はいはいはい、あ、雪、ね、あの日ね、夕方の4時55分まで会議があって、うん、ヒヤヒヤしましたが無事に5時に退勤すると、4時55分までやってすごいね、電車が遅延してました。あ、そっか、もう弱いね、なんとか余裕を持って新橋に着きました。あ、よかったよかった。銀座学院会に入るとポンポコのお二人と、うん、ああいたね、一緒のエレベーター、うん、ああ、エレベーターで、ひとみまるちゃんだと心の中で叫びましたが、喋ってた、声をかけるのは失礼だと思って我慢しました、うん、8階に到着するとね、8階ですからね、銀座学院劇場は、ひとみまるさんがエレベーターの開くのボタンを押して、私にお先にどうぞと促してくれました。その仕草にますますひとみまるさんのことが好きになりました。惚れました。いるから、彼氏。コントは笑いあり、驚きあり、涙あり、感動あり。コントって最高。エレガタ最高って心の中で叫びました。燃えるコントの、燃えろね。発表からいいけど、この日をずっと待ってました。うん、仕事も頑張りました、うん。ありがとうございます。ライブを開催していただいて本当にありがとうございました。ああ、よかったね。やっぱライブ来るのはなかなか勇気がいりますけどね。来たら楽しいですから。ね、うん、まあね、なんか帰りの電車がね、なくなるかもっていうのもあって、そうそうそう、結構ね、やっぱり、あの、辞めた方もいらっしゃったみたいですよ、ね。ああ、そうか、雪でね。申し訳ないね。そういう方ね。その中ね。そうなんですよ。いやー、ありがたいですよね、あんな来ていただいて。本当に。ポンポコの二人もね、来てくれて。その時にチャンスね、大城さんも来てくれて。一緒だったんだね。そうです、その日。差し入れで、滑らない話、はい、3話無料券と、ギャグ8個無料券を。いや、もう今や、それも。私もらって。ギャグ8個って何、もう完全にくれんの、いや、わかんないん、ね、で、何なのって。見せてくれるの、何なのって LINE で送ったら、うんうん、8個を作ってくれるらしいです、僕に。お、マジで、やつい用に。それすごいね。1個もないんですって、まだ。これから作りますって、あ、そういうこと？げますって言われて、へー、いや、それは滑らない話もくれんのって言ったら、うん、滑らない話は聞かせるって言って、ああ、俺もそういうギャグを見せる件かと思ってたけど、うん、ギャグを2個ぐらいはもらいたいです、もらいたいよね、はい、そんなね、はい、まあいいね。エレキのね、あの飲み会で結構滑らない話はしたんじゃないの？いや、もう結構したよ、結構したけど、あと3話無料券あるから、あんの？その
まあでも聞かせる方だから、うん、結構増えてるんじゃない、増え続けてるんじゃない。いやでも鉄板サーバーかもしれないよ。いやいやいや、もう結構あるでしょ。新ネタサーバー、大ネタだったから俺たちのやつでやってくれたから。まあ確かにね、小ネタだったら超あるよ多分。そうか、いやすごい経験の塊だからね。いやそうだよ、ね、だって売れる前のラルクアンシェルに君ら売れるでって言った、そう言ったぐらいの話があったんだから。そういうエピソードがいっぱいあるんじゃないの。音楽好きだからね。あ、そうなんだ。ギターもね、うまいし。そうなんだ。あ、ミュージシャンだよね。そうね、やってたりするんだ。バンドとかも ね、やってますけど。あ、それもお楽しみですね。なんか結構ね、今回はいろんな方が来てくれたみたいなんですけど。はい。楽屋にね、挨拶そうなんできないの、ね、誰が来てたかも全く知らないですよね。はい。まあ、ツイッターとかでね、上げてくれると、あ、来てたんだってのね。わかりますけどね。そうなんですよ。そんな中ね、それこそその雪がね、うん、東京に降っちゃって、ね、帰れないかもみたいな感じで、うん。そうそう。結果ね、そんな全然だったんですけどね。うん、もう全然だったんだけど、うん、まあ夜ちょっとね、積もったぐらいで、だったんですけど、うん、交通網が麻痺するほどではなくて、うん、その前日はなんか、電車も止まんじゃねえかみたいなね。結構な、煽ってきたよ、煽られ方でしたよね。あったじゃない。大雪でっていうね。よくわかんないけど、ホテルをね、うん、撮ってくれたんですよ。こんなことなかったですよ。今まで。初。ティンクルコーポレーションが、うん、我らが。だって雪降ったことは何回もあるもんね、エレカタコントライブね。もっと大雪降ったしね。もっと降ったよ。うん、その中ね、なんか、ホテルをね、3人撮ってくれたんですよ、ね。でも、別に、雪降ってなかったんで、うん、俺は帰るって言って帰ったんですけど、うんうん、今だとちょっと片桐は泊まるってなって。泊まりました。でも、はい、一部屋空いちゃったから、そう。って言って、まあ、作家の川尻啓太ってやつが、そうなんだよ、まあ、いてね。近藤太郎時代の作家ね。そいつ、まあね、じゃあお前泊まるっつって。うん、すごいよ、ね。泊まりたいっていうから。着替えとか持ってきてねえのにな。そうなんだよ。で、3人で、泊まりに行ったんですもんね。そう、3人で、ね。俺は普通に帰ったんですけど。ああ全然、だからもう全然地面も何の雪もなかったから。そうだね。積もるかなって感じあったけど、終わった直後まだね。そうそう。そしたら、その日の、うん、昼ですかね。で、まあ、はい、俺行ったら、うん、さぞ楽だったろうと思ったら、うん、そう、なんか、なんなら全然家帰ってた方が良かったぐらいの顔でしたよね。いや、ほんとね、なんかね。何が？すっかりした。すっごい疲れちゃったの。もう、ホテルに泊まった。寝なくて。二人で、みんなでワー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 行ったんでしょ？いや、ほんとね、久々の、その、もうこの演者というかね、片桐仁と川尻とかの地方によくね、うん、昔は。もうね、この2年、エレカタも。やってないですからね。地方公演やってないですから。いや、地方とかのなんか夜の感じをちょっと思い出して。久しぶりに沖縄行ったね、ぐらいですよね。そうそう、そうだね。沖縄の時はそうだったけど、うん、まあコロナ禍だったしね、うん、まあ今もそうですけど。だから今回はその、じゃあ、まあ10時前ぐらいか、うん、?10 時ぐらいだね。10時ぐらいから2時間ぐらいね。そうそう。だからちょっとじゃあ、なんか部屋飲みでもしようかっつって。うんうん、で、片桐さん先導のもと、うん。兄貴だから、ね、兄貴だから。兄貴じゃねえけど。兄貴っつって。うちの元宮博士って言われてるから、ね。そうそうそう。やっぱ男気だからね。一番違う食べたら元宮博士、うん。うん。いや、ほんと上半身裸に桜みたいな、ノリでね。ちょっと破れた学帽でな。そう、学帽で。懐かしい、ね。その破れたとこから目をね。うん。キラッと見せる、ね。なんだそれ、宮下明じゃない。元宮博士じゃなくて。まあ、両方入ってるよね。両方入ってるけど。で、それで、じゃあ行くぞ、つって。じゃあ、ヘイ、つって。言わねえだろ。俺らも行って。うん、で、コンビニで、まあ、買い出しして。で、結構まあまあ、二本三本一人 ね、お酒買って、うん、で、つまみも買って、うん、じゃあ、川尻の部屋に集合なってことになって。うん、まあ、そうなりますよね。そうなんです。ちょうど真ん中だったの。俺と今一番弱いやつの部屋がそうなります。そうなんです。荒らしても大丈夫。今やそんな立場じゃないですけどね、川尻、うん。まあまあ、確かに。の方が大先生だし。先生の、で、なってますけどね、うん。憧れてる人もいるでしょうしね。うん、まあ、そこで、じゃあ、始めようか、つったら、なんかわかんないけど、川尻は、そもそも、うん、予定も知らないし、泊まるっていうことも知らないわけじゃないですか。知らない、もちろん。俺らしか連絡来てないし、うん、前日に。うん、もう部屋も3つだからね。部屋も3つだし。うん、で、今日急遽泊まったじゃないですか。うん、で、まあ、みんなでじゃあ飲んで、まあいろいろ今日の感想とか、まあいろいろみんな話、あれが最近の近況どうみたいな、うん。そうだよね。そういう感じのはずだったんだよね。はずだと思ったわけ、うん。そしたら、なんかもう、その酒とつまみが、まあ布団の上に置いたんだけど、うん、ファーってある中で、なんかね、これ見よがしにね、未開封のね、うん、カードゲームみたいのを2個ふわって置いてあるわけ。で、もう、片桐さんは、やっぱそういうのに食いついちゃうから、うん、なあこれって言ったら、うん、あ、これですかみたいな。うん、いや、買っ
ったんですけど、まあちょっとやってなくて。なんで持ってんだろう。すごくない？やりますみたいになっちゃって。うん、ね、そのワードスナイパーって知ってます？も知らないですよ、もちろん。泊まる予定なかったのに、ね。泊まる予定なかったのに、ほんと修学旅行の夜みたいに。うん、したら片桐さんもそれに、もうまんまと食いついちゃって。ないこれ。俺はもう普通に飲んで、ちょっと1時間ぐらい話してもう帰ろうと思ってたんだけど。おじさんだからね。おじさんだから。疲れてるし、疲れてるし。そしたらもうそれでカードゲームまずやろうっつって、俺は全然乗り気じゃないんだけど、やることになって、そのカードスナイパーっていうのが、お題がカードにまず書いてあって、お題書いてあるカードと、その裏面には、その50音の一文字とか、書いてあるね。社とか、そういう、いろんなカードがある。で、それを1枚、パッてめくると、お題が出て、裏面には、五条書いてあるから。はいはい、いいとかね。そう。だから、電化製品とか、で、手とか。あ。ってなると、手のつく電化製品を一番先に売った人が、そのカードをもらえるっていう。都道府県とかね。で、電気、電でもいいの？手は電でも。いや、手は手だ。ダメなんね。そう。ダメなんだ。そう。だから、それをやり始めたら、もう本当にもう、二人がもうヒートアップしちゃって、もう本当に今まで全然、カジリやっぱ作家だな。で、ものによって、ああ、いいから、二文字、愛で始まるものとかになると5点なの。ああ。一文字だと1点なの。うん。これ結構。うん。で、出ない、10秒出なかったらもう1枚増えて、うん。で、次答えた人は2枚取れるみたいな。ああ。だからそれで、こっちも、まあ、楽しいんだけど、うん、俺はやっぱちょっと、まあまあ、面白さで、そのじゃあ、首都というか、県庁所在地。県庁所在地ね。うん、で、やとか出たときに、やっぽろとか言うと、全然二人とも、もう、はぁ、みたいな。そういうんじゃないんですけど、みたいな。真面目にやってよ。まあね、やっぽろなんかないし。ね、全然、突っ込んでもくれた。だから昔のあれだよね。タモリンピックの関根さんみたいな感じで、ね。ちょっとね、そうそうそう、ちょっと、うん、もう、さんまさんがすげえふざけたらみんなが何やってんのみたいな。ふざけて、いいじゃん、そんなにさ、熱くなる飲んでさ。逆だったらお前突っ込んでやるもんな。そうだよ。そうだね、みんなでさ、その、和気あいあいと楽しいはいいじゃん。うんうん、ボケ要素もあったらさ、うんうん、いいじゃない。全然はぁみたいな。それじゃカードは手に入らない。カードは点数はくれませんみたいな。カードは手に入らないよ。何こいつらと思ってさ、それこれが2回戦続くのよ。3人40分でそれやってもう、まあもうほぼ終わったよね、あれね。そうだね。今たちの壊れやすいものっていう答えの、うん、覚えてる？壊れやすいもの、座地図でどの中から答える。座地図でどうだった？これ人っていうね。これはオッケーになります。片桐ですか。怖いすいもん。いい答え出すなと思って。じゃあもうだからこっちも修正しなきゃいけないからさ。ちょうどいい、ちょうどいいとこ、ね。ちゃんと面白く、その答えにもしないと得点にもならないし。厳しいから。厳しいんだ、二人が何しろ、うん。なんか喉使いそうなゲームだね。そうなの、ね。まあ盛り上がった盛り上がった。叫ぶでしょ、だって。面白かったよ。早く言わなきゃいけないから。そうなのよ。で、片桐さんも早いんだけど、別に面白くないのよ。その、動物園にいる、その、動物、猿とか、早いけどさ、猿じゃん。早いけど、早いけどっていう。それも、俺は、おーってなっちゃったけど。それでいいんだ、みたいな、ね。いいんだ、うん、まあいいよ、終わっちゃったよ、合ってるからさ。ボケしろなくなっちゃったみたいな。川尻はちゃんとやるでしょ。川尻もなんか上手いところもつくけど、あいつはやっぱ早い。早い。あいつ語彙があるよ。もう書いてるからね。そう。だってそれを、なんとかスナイパーが、一つかと思ったら、二つ買ってんのよ、あいつ。それで二つだったの。そう、お題が違うバージョンなんですね。ああ、なるほど。そう。だから盛り上がったは盛り上がったんだけど。まあまあ、飲んでないの？飲んだ飲んだ。飲んだけど。飲んだけど、もう本当に。12時前ぐらいで言いましたけど、じゃあもう帰ろうかって、今たちから、もう別れた、うん。もういいやつ。そのゲームはね。そう、そのゲームが、うん、もうこれは。連続再開でしょ。うん、二人でもう。飲んでたらもっと長い、多分。飲んでたよ、ね。飲んだけど、ね。いやいや、ただ飲んでたら。ただ飲んだらもうちょっと長かったかもね。よかったね、やってね。逆によかった。でもまあまあ、その、ゆっくりできるし、すげえ綺麗なホテルで、うん、今年、去年できた。そうできたばっかり。ぐらいのところだったんだけど。チェーン店だね、うん。いや、まあ、よくよく考えたら。いや、楽しそうだったじゃん。あんなに疲れてる意味がわかんないんだけど。それはその後なのよ、多分。ベッドで、ベッドなのかな、枕なのかな。もしかして。何かが出た。いや、そういうんじゃないね。出たというか、ね。本発売記念に。うん。出たというか、シャワーしかなかったのよね。そう。シャワールーム。ああ、なるほどね。で、俺は毎回。大浴場もないんだ。ない。なかったね。だから俺、だいたい湯船浸かるから、毎日。うん。それちょっと気づかなかったけど、うん。やっぱそれの影響なのね。でもシャワーはすごい、すごい量の。最新の見たこともないシャワールーム。どういう？
まず上からの、あの、それはまあそうだよね、海外の、うん、あるじゃん、上に丸いでっかいやつがある。でっかいしかない。でっかいやつ。海外のでっかい。海外でよく見るじゃん。いわゆる、ああ、わかるわかる。手に持てないやつ。高級ホテルっぽいやつね。そうそうそう。上からバーって出てる。天井全部シャワーみたいな。直径20センチぐらいのでっかいやつ。そう。あれがあって。あと手持ちのシャワー。普通のやつ。あ、それもあるんだ。そう。で、なんか本当に小さい穴、乳首みたいなのが6個ぐらい。そうそうそう。サウナについてるやつだ。それがブシャーって出てくる。ミストっぽい。ああ、サウナあれがついてる。あれがついてる。全部を同時にしたら水圧が低くなってダメですよって書かれてる。ああどれか選ばなきゃいけないんだよね。でも俺それで入ってさ、うん、で朝も入ったんだけど、朝入って、で割ってさ、その横に鏡があるじゃん。うん、見たらさ、体さ、あざだらけでさ、俺さ、俺、今回、もう、本当にあれって俺ちょっとこれ見せられないなってぐらいの。今たちの肌が。今まで見たことないところにもあざが。今たちはね、あざできるよ。できるよ。すごいよ、あのコントだよ。腕にあるの。腕にもあるし、膝にもあるし。うん、ああ、全身だよ。だからもうなんつうの。まあ、今回はなんかね、俺はこの、スタントマン1年生みたいな感じだから。やっぱうまいこと、うまいことやっぱね。コントを練習してて、これはと思って、スタントマンのやつ見てんでしょ、今。いや、見たけどね。やっぱ難しいんだよね、でも。やっぱね、バネがね。そう。飛び方とかすげえ勉強してるでしょ。いや、してるけど。あれ怖いもんね。やりたいのがさ、本当に爆転しながら胸から落ちるとかさ。いや、無理だ。やっぱあれはやりたいけど、無理だからさ。怪我しちゃう。首やっちゃうからな。一回練習だよな、それはな。来年にはできるな。いや、俺は何役で入ってんだよ。いやでもそれできるのってまた増えるよ。まあやれることがね、幅広がるよ。しかもあざもねできないぐらいのね。そうだね。いやあの人たちもあざはできてると思う。いや誰よりもできてる。我慢せんね、とにかくアクションしてって。体にあざができないわけじゃないから。いやでもそこはならないように飛んでんじゃない。いやあれはできる。絶対できてる。絶対できてんの。縦とか俺もだって自分のコントやっててあざだらけになることだけしかなかったよ、まあ、今のとこ。まあまあまあそう、うん、痛くないんだけどいつもできてるのよ、うん、まあできてるね、確かにね、うん、いつの間にかね。でも、ものすごいあると思うよ、うん、スタントマンも。だ俺はもう今回は膝は痛いし、うん、まあ腕も痛いけど、あざできてるよね。だからそのままじゃん。その通り。けどじゃないんだ。けどね。うん、けどできてる、ね。なぜなら、あざができてるから痛いわ。痛いぐらいの。小鳥さんできてないんだね。俺はでも、どうだろう。ああ、やっぱりか。うん、やっぱりか。ああ、やっぱりなんだよ。ちょっと、何それ。俺が今、それだって。でも、片桐さんは、すっげえ汚い足してるから。すいません。汚い足だと本当やないよ。ちょっとごめんなさいね。やべやべやべ。片桐さんをね、ちょっとアイドル視してる人も多いと思うけど。あいつコントの前に、足にドーラン塗ってるから、ね。そうなんで。汚い足だ。足が汚い。いや、違うんだ。中学生の役やるから。顔とか、俺とか顔とか塗るけど。中学生の役やんなきゃいけなくて。いや、確かに。ちょっとこれはね、みんな片桐さんをね。俺言わないでよ、これは。これは本当に。やっぱ美意識がね、高いから。違うのよ。映画の撮影も6月刺された舞踊がまだ痒いんだよ。いや、確かにちょっと舞踊に刺されちゃって、ね、ロケで。これはちょっとずっとひた隠しにしてて、うん、ね、事務所も言うなよっていうことは。そのこと言うかよ。事務所そのこと言うわけねえだろ。いや、そうなんだ。いや、中学生の役だから裸足で出るから ね。ストッキングの CM が来なくなるっていうことで。来てねえやっぱ、いや、最初ストッキングで出ようかって言って、でも俺は裸足の役だし、なんで裸足なんだみたいな言われるから、ストッキング履くの違うなと思って、まあ、そうね。それはね。で、その衣装の柳ちゃんにね、ちょっと。当たるってもらえるかっつって。それはやっぱちょっと言ってほしくなかったね。言ってほしくない、それは。それでもね、やっぱり汚いのかな。でも、そこまで、でもだいぶマシになってる。マシになってる。気づくと書いてんだもん。みんな、だから、そのシーンは明日ですけど、配信。ぜひ見てほしいよね。グッて、足に、こう、フォーカスするシーンは何個か入れてもらいましょう。なんだそれ。片桐さんのすねだけ見てほしい。汚いからね。やめてよ、もう言わないでよ。ねえじゃねえんだよ。あれでも一生残るな。あの後はな。いや、だって舞踊って長いけど、後残っちゃうの？一年だもん、人によっては。いや、一年って長いね。うん。だって昔のさ、蚊に食われたひどいとこって残ってるじゃん、シミみたいになって。あ、まあ、あるか。それに絶対なるもん。だからまあまあ、その、唇の整形と、足の舞踊だよね、今だから。唇の整形じゃ、唇はもう腫れてんの。なんかあったでしょ、その舞踊に刺されると、その、上唇に影響い、関係ないでしょうね。いい影響があるみたいな。ないない。美容でやったんじゃない、美容で。選べるの？その、腫れるところを、自分で。なんで舞踊に。どちら、どこを腫らしてますかみたいな。どこに刺されてもみたいな。だから、上足は汚いけど腫れなくて。その腫れを唇に。足を腫らせたいって何だろう、その、足を腫らす。本当に、本当に変わってほしい。何が？足の汚いやつ。
いやいや、そんなに変わりたくないよ。変わりたくないよ。いや、かゆいのよ。かゆくなければいいの。確かに俺も、その最初、あ、無用って言ったけど、うん、やっぱ、初めて見た時、やっぱ引いちゃったもんね。うん、やっぱりちょっと。すごすぎてな。うん。俺汚いよって言ってみせてくれたけど、うん、その、それを上回る、やっぱ。うん。なあ、もうやんだよ。言わないで。明日は見てくれるね、みんなね。だからそこ、本当、やめてよ、本当に。そのことだけは、ラジオでそのことだけは。ドーランで塗ってんのに、あんなに汚いんだ。やめろ。塗ってなかったらすごいな、みたいな。いやいや、でも。塗りすぎちゃうと、やっぱ、縁でんだから。うん、まあ、結構、でも見えないと思うけどね。いいバランスだね。顔は全然塗らないんだよ。ずーっと足塗ってんだから。そうだ、足塗ってるよね。ボリボリボリ、足かいて。顔一本だけコントで塗ってるけど、それ以外塗ってないですね。ああ、まあまあね。すごいですよね。みんなね、だから。そうね。満身創痍でやってますよ。満身創痍。明日、ちょっと乗り越えればね。乗り越えたいですよ。明日は、ね、あれも、コロナにならなければ、無事完走と。そうね。ここでなったらさ。今日の夜ね。配信ないってことだよね。お、そうなっちゃうんだよ。だから、すごいね。なんか、いろいろな人が来てくれてね。はい。たくさん感想も届いてるということで。ありがとうございます。よかったですね。はい。豪太くんがね、久しぶりにノーナの。これがね、これやっぱちょっとすごいですよね。すごい。嗅覚がね。そう。ちょっと豪太くんをモチーフにしたコントがあるんですよ、はい、そうだね。うん、まあでもいろいろなところで話してる、ね。僕はあれですけど、はい、僕は語らないですけど、はい、あるセリフがまんま豪太くんが 俺に言ったセリフで、うんうん、前も何回か言ってるけどね、それね。あら、すごいなって言って、やったんですよ。うん、で、さすがにちょっと豪太くん。まあバレちゃうよね、それは。と思って、誘ってなかったんですよ。うん。ライブを。ああ、まあ、このご時世だから、確かにね、それもあるしね。ね。うん。やついくん、ライブ行っていいかなって来て。怖いよ。どこから漏れ、ライブ。漏れたっていうか。ライブリークかと思って。やっぱこれは、だって変わったといえば、やっぱ、作家星川が入ったってことは、星川から漏れたっていう。豪太くん、なんかいじられてますよみたいな。ああ、そう、誰かが言った可能性あるね、これ。俺らを売ったよね、だから。ライブリークなのか、突然電話っていうか、LINE が来たやん。うん。あ、どうぞどうぞ。まあね、そりゃね、別に。で、初日に来たんですけど、さすが分かってましたね、すぐ。誰よりも笑ってました。それはそう。笑ってくれるからいいね。まだね。まだ、それはいい。その後一応、そういうこともあったんで。あ、まあちょっと顔を合わせときたいと。話したいと。なんか、ご飯を食べてたんですよ。あ、なるほど。ちょっと顔だけ出し行って。はいはいはい。そしたら、早速、豪太くんに、やっぱあのセリフ。うんうん、はいはい。あれ、俺やんな、みたいな。そりゃそうだよね。まあ見た、言った本人です、ね。見てない方はね、明日見てくださいね。ぜひね。あ、そうです、配信でね。まさにあれです、とか言って。めっちゃ笑ったわみたいな。よかった。あんないじられると思うんだわ。まあそうだよね。やっぱでも嬉しいっていう方が先行してんのかな。そっちになってたね。ポジティブ、ポジティブだから。やっぱさすがだよね。大絶賛してたよ。ああ、よかったね。豪太くんは。ああ、ありがたいね。初日見て。ああ。めちゃくちゃ面白かったっすね。よかったよかった。あ、そうなんだと思って。俺もびっくりしちゃって。いや、なんでそんなに面白かった。自信持って。意外と褒めてくれるよ、豪太は。あ、そもそもね。そもそもね。いや、結構、あれなのよ。辛口なの。本当に嫌だと言わない。ああ、まあ、そんなにね。あ、よかった。まあ、よかったよぐらいの。そう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 。ああ、よかったね。まあ、開催できてね、とかね。ちょっと、あの、外れた角度がね。変えてね。うん。今できてないやつ。よかったんだな、と。自分も、ちょっと出てきたし、みたいな。まあね。まあ、ちょっといじ、参加感ちょっといじる方が、よりなんかグッと入るのかもね。自分のラブみたいな。そうかもね。それが受けてたらね、また、何しろ。そうそうそう。滑ってたらあれだけどね。ああ、よかったのかもしれない。まあでも、盛り上がってくれてね。いろんな方も来てくれて。はい。また明日も。やりますかね。あるんで、よかったら来てほしいですけども。はい、まあ、いっぱいあるんですよね、またね。いろいろと、情報的には。まずですね、2021年、去年の2月に開催された OK コントの人アーカイブ配信中です。おあ、こちらもね、ちょっと流れで見ていただきたい。あ、今回の面白ければ、まあ、今回の配信を見て、そうね。で、余力があれば見ていただければね。はい。これまで映像化されてなかった伝説のライブ。いや、まあ、まあね。まあね。エレカタ燃えろコントの人開運グッズ。ライブ会場と通販サイトのダブルで、販売中。でございます。こちらも結構売れてんじゃないですか、その、エレカタストア、ね。ゲッターズ飯田くんがね、うん、俺ら3人に開運グッズとして言ったものを、うん、まあ、あの、グッズとしたと。うん。やつ一郎の匂いっていうところで。そうですね、バラの。結構売れてんじゃないですか、匂い。まあ、安いですからね、一番。そうなのよ。あ、そっか。600円とかでしょ。安いそうなのよ。だからタンブラーがね、高いっていうか、まあ、うん。
700円。花が700円。バラ700円。タンブラーが3000円。3000円。だからでも大容量だよ。まあね、大きくなりましたよね。俺は使ってんだよね、あれ、ね。そう、あ、まあ2人がね。うん、喉の、うん。喉のケアでね。そうです。俺のやつだけさ、入れ方って書いてなくて。ただ、ただの真っ白なタンブラー。え、これグッズなんですかって最初言って。そういうことか。そういうことか。あのタンブラーにね。うん、そうだよ。何にも書いてない。入れ方って書かれたタンブラーじゃないと、もう売る意味ないじゃん。だからその。ただのでかい白いタンブラー。不良品をあって買われたってこと。わからない、ね。削られたの誰かに。いやいや、絶対そんな時間ないよ。新品だもんね。そうだよね。その時間を持ってしても俺にその、まあ、ダメージを与えたいってことなのか。いやいやいや。そんなの全然ダメージもない。ならないよ。ならないけどね。ただの白い魔法瓶。あ、じゃあ二人が使ってて、まあまあいいんですか。いいですよ、いいよ。あ、うん、結構保温性も。ハーブティーみたいなのあって。はいはいはい。ぜひね、皆様、良ければ。あの、ネットでも買えますので。大容量、とにかく。はい、で、片桐さんのがノート。ノートですね。またあのね、うん、アジア感のある、ね。アジア感、そう、やっぱエレカタの結びのね、あの、いわゆる、あの、チラシとか、ポスターになった、あのデザイン、そのまんまノートに。ね、なってますからね。なんか立派なノートだよね。いいですよ。まあ自由帳で何の線もない、真っ白なノートです。はい。はい。メモでも何でも使っていいので、はい、ぜひね、そちらも買っていただきたい。こちらが通販の方はエレカタストアにて、期間限定発売でございます。あ、これも売らなくなるのね。そうだね。もうこれもすぐですね、20日で終わっちゃうんですね。大丈夫かな、ね、大丈夫か。パーカーと、長そうね。もうちょっと長く。あとワッペンもありますよね。そうです、そうです。いろいろあります。さあ、そして、もうこれはもうちょっと買っていただきたい。エレカタの決意から生まれた、キタンコーナーを書籍化した、新キタン集、私一回死んだのかもしれません。こちらも会場で先行販売をしております。書店ネットよりも前にあなたの、お手元に、というか、もうその場で読めますからね。ぜひとも。まあ、買えない方は予約をね、していただきたい。この本もどうな、売れてるんですかね。ちょっとわかんないんだよね。売れない、ね、我々にね。この本を買ってあげてほしいですね。そう、ぜひぜひ。面白いと思いますよ。本当にね。お願いいたします。そして、会場に来られる方はですね、エレカタ制作のアート作品3点をライブ会場にて展示しております、うん、昨年12月23日に放送されました NFT アートへの理解を深める番組、アダムバイ GMO プレゼンツエレカタとデジタルアート内で作りました3点ですね、こちらの方を、購入者の、ね、方1人が3点買ってくれたんですけど、うん、ご好意により展示しておりますので、そして、こちら劇場に来た方ですね、来場者特典として燃えろコントの人オリジナルステッカーを、プレゼントさせていただいております。そのステッカーに記載された QR コードを読み取ると配信チケットが特別価格で購入可能でございますのでね、まあね、そうです、来てるわけですから、そう、来た方は、明日のね配信、昼も夜も、割引価格で買えると見れるということでございますので、ぜひ、ぜひ皆様よろしくお願いします。ぜひぜひ、ね、ラストチャンス、ラストチャンスですよ、本当に。まあ配信でもね、いいですからね。まあいいですけどね、また多分明日も変わるでしょうからね、はい、いろいろネタの方もね、やっていくうちに。まさに。そうです。もう本当明日はもう片桐さんは本当ぶっ潰す勢いで。一回とも同じライブはやれてない。足汚くしてやれよ。やめろよ。それはもう、もっと足汚くしてやれ。足はもうやめろよ。明日はもうその足が汚いこと本当言わないで。足を汚いこと。長ズボンを履いててもあいつ足汚いなって思われるし。足を汚いことをみんなが分かるような攻撃しない。明日、は俺は一応、で、その、片桐さんと対決役の時に、それがあるんですけど。足をまくり、まくり上げてね。明日はもう、フェイク落としを右手に持って。ああ、怖い。もう足をブサ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 、いや、その時は長ズボンだから、メイクしてないんですよ。違いますよ。してないんです。対決の時ですよ。何対決？足が出るところなんですよ。それ、話は。対決の足がしてますよね。どこですか？だからもう最後じゃないですか。最後で？最後が足出るところ。ああ、あそこね。あそこも対決するじゃない、はいはいはい、だから、ね、その時に、メイク落としで足をブワーってやる。登場とともに。なんで俺のボケを潰すんですか、わかんなかったんだよ。対決は、本当の対決があるからさ、あれかなと思った、まあね、うん、肉弾戦のとこじゃなくて、ね。二つあるんだ、ね、二つあるんで、対決は。やっぱライバル心があるんだ、二人は。やっぱ、メイク落としで、両足をもう汚いところ。やめてよ。確実のもとに。やんないよ、じゃあ俺もそんなことやされたら。あ。もうやんない、そんな。そんなことできないでしょ、やんないなんてできないでしょ、台本にないよ、そんな、そんな。じゃあ台本に書きます。いや、ここの、だって書いたら台本ダメになっちゃいます、そんな。台本ダメになっちゃう。だって今だけそんな弱い。弱い。子供みたいな。全然弱い。ということで、明日も何がね。こんなやる気なくすと思わなかった。そうなんですよ。もうやめて、ほんと、足が汚いのに、ほんと言わない。また疲れてますね、今日。そうだよ。頑張ってください。足が汚いのは本当に勘弁です。本当に。やっぱ美意識、美意識高いな。ナルシズム、ナルシズムの部分かもしれないけど、いや、いいよ、確かに嫌だと。前、やつに鼻毛が全部白がってられた時も、すごく傷ついたんだけど。言いましたっけ？俺、なんか鼻毛を抜けみたいなリスナーのがあって、抜こうと思ったら、うわ、鼻毛お前全部白髪じゃんっ
気持ち悪いって言われて抜くのやめたっていうのがあって。そんなことありました？覚えてない。覚えてないですね。すっごいショックで。やられたもうじゃあ今、今鼻毛全部白髪。いや、まあ、そうなりますよ。塗ってるんですか？え？塗ってるんですか？塗ってる。なんで鼻毛を塗るんですか？鼻もちょっと染めてもらえますかっていう。ね。美玄鼻毛カラーで。なんや、美玄鼻毛カラー。そこまでするんだったら抜くよ。鼻毛そんな来てんだ。見せる鼻毛。鼻毛めっちゃ白いんだよ。見せる鼻毛だ。出てますよ、僕だって全然。目立ちますもんね、白髪。あ、ぜひね。その辺も含めて、楽しみに見に来ていただければと思います。お待ちしております。それでは、ここで我々の今回のモエロコントの人の主題歌にもなっています。いや、すごいよね。はい。ピーナッツバターズのマーチングという曲をね、書けようと思うんですけど、これもグッズでね、そうだね、出てますんで。ポストカードに買うと。今回ね、ほんと写真がいいので、そうね。それをもう何枚もセットにした。そう、おじさんのね、おじさんのポストカードセットに、今回のコントライブの、ね、オープニングとエンディング、はい、両方とも QR コードついてますんで、ストリーミングで聞けますので、はい、ぜひ聞いて、聞くこともできるので、ぜひ買っていただければと思いますが、はい、その1曲聞いてください。マーチング。エレカタの決日。この番組はみんなのライブ配信ふわっち他各社の提供でお送りします。ふわっち。
私はメーカーで働く30代。実はもう一つの顔があるんです。今日も疲れた。こんな日はふわっちやろっと。スマホのアプリを開いて簡単にライブ配信。リスナーのみんな、こんばんは。アイテムありがとう。みんなのライブ配信。ふわっち。TBS ラジオ公演、林部聡、30歳の旅立ち。叙情歌を道連れに。口ずさめば目に浮かぶ風景。耳にすれば思い出すあの日々。琴線に触れる名曲の数々を、林部聡の柔らかな歌声でお届けします。3月12日土曜日、八王子市芸術文化会館で開催。チケットは各プレイガイドで販売中。お問い合わせはザ・カンパニー 03-3479-2245、 または TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。A 型の決意。墓場まで持って行った方がいいですか？これは墓場まで持って行った方がいいかもしれないと思うような身近な人に言えなかった秘密をカミングアウトしてもらうコーナーです。はい。前回から始まった新コーナーですが、うん、皆さんが抱える秘密が続々と届いてますんでね。もうここで。いきたいと思いますよ。大丈夫ですか？大丈夫ですからね、皆さんね。墓場に埋めていきましょう、ここでね。ね、行きましょう。うんうん、ラジオネームが、青コーナー赤松。僕が小学生の頃、近所に住んでいた40代後半ぐらいのおばさんへ。うん、毎朝挨拶してくれていい子だねと言ってくれてたけど、実は夏場のおばさんのお辞儀した時にダルダルのシャツから見えるノーブラのおっぱいとドスクロ乳首が見たいから毎朝挨拶してたんだ。いやすごいね。でも夏場だけどあれだからオールシーズン挨拶してたんだよ。なるほどね。ああバレちゃうからね。そうね、しなくなっちゃうとね。夏場だけだとね。いや、夏のためのやっぱ種まきを。だよね。しっかりしてるね。大事。それで挨拶覚えたんだもんね。それで挨拶覚えた、うん。でもやっぱちょっと癖変わっちゃったんじゃない？やっぱね。なんでおばさんもノーブラなんだ。おばさんのね、ところに行っちゃってるから。まあめんどくさい人いるだろうね、当時ね。おばさんも割と深々お辞儀するね。そうなんだよね。まあ、ダルダルの服はちょっと。ダルとは言えねえ。だからもう、うん、だってノーブラだからね。こんなのだって AV しかないでしょ、だって。そうないよ。AV はよく見る。ねえ。胸が見えすぎて、なんか、なんとかみたいなね、うん。隣のマダムがみたいなやつでしょ。うん、それじゃないの、マジで。でもなんか裸で外に出されちゃうシリーズもあるけどね。何それ。それはまた違う。隣の。お前最近さ、がぜん AV に詳しいんだよな。AV 博士なんだよな。博士ではないよ。もう僕なんてひよっこですよ。こっち勝友先生に比べたら。そりゃそうね。プロだよ、お前。お前、すべてのつぶやきは全部エロなんだぞ。ね、知らない人もね、AV ライター、こち君を検索してください。大きな後輩ですからね。そうだよ。だって隣の住人が喧嘩して、うん、裸の嫁が外に出されて。何なんですか？マンション開けたら、入れてよって、裸の嫁が。はい、ちょ、隣で出されちゃったから。出されちゃったから。なんだそれ。いいんだ。VR で見ると臨場感があるんだよ。それは VR から。VR サブスク様々だな。様々だな。そうだな、お前の VR の。いや、でもさ、今年からさ、その。だってお前そもそもあれ、ほんと、自分の体力作りで買ったんだよ。はい。え、VR？ そうだよ。スポーツやるっつって。まあ、やってる。ボクシングのね、ゲーム。あ、ボクササイズみたいな。みたいなやつ。ある時からパタリとそういうの言わなくなったよな。つまんないもんな。いや、面白いんだよ。疲れちゃうし。自分の、好きな曲で、そのリズムでできるから。うん、楽しいは楽しい。それすげえ言ってたじゃん。楽しい。で、それのなんか、お金払って入ろうかなみたいな。そうそうそう。サブスクそれも。それもサブスクのがあるんだけど。うん、だからいつの日か、それをやる前にちょっと見ようかなみたいな。だったらそっからやらなくなっちゃうんだよね。まあ、装着先に持ってっちゃダメだよ、ね。装着したらブラブラしちゃうわけですよ。もうこう、そうなったら。だってそっちのサブスク入っちゃったんだろ、お前。そっちのサブスク入っちゃった。そっちのサブスクの方が高いの。そりゃそうだよ。うん、あんなに、お前あんなにどうしようかなって言ってたんだよ。いや、俺もやっぱそうなるんじゃないかなっていう懸念はあったよ。懸念はあったけど、やっぱなっちゃったね。やっぱなっちゃった。なっちゃったんだよ。だから、なんとかしないとね、これ、ライブ終わって。でも見るときあれなんでしょ？もうパッともう、なんでもいいやってパッて見てんでしょ？いや、そんな吟味を重ねて。だからもう1時間ぐらい、だからもうネットフリックスとかで、探すのと一緒よ、作品を。確かにね。え、VR つけながら？いや、VR つけながら、装着しながら。中で作品選ぶからさ。
多分それでもう、あ、今日はもうちょっと見るというか、もう選ぶだけで疲れちゃったな。わかるわかる。うん、MV 借りってね、レンタルビデオ屋でも。何時間選んでる？ 1 時間ぐらい。探してる間にもうやんなっちゃう。だって、1時間家で VR つけて何も見ないってこと？そうよ。だからずっとずっと。サンプラ見んだろ？だって、両手にさ、VR ってコントローラーなんだけどさ、うん、あの、右の電池が終わったんだから。先に。左が絶対もう、80とかあるのに、右のだけがなくなっちゃった。選んでるだけで。選んでるだけで。そら疲れちゃうよ、お前。え、両手使うの ?VR。いや、違うよ。だから片手だからっていう話じゃん。選ぶときね。伝わんだよな。でも、疑問に思ったところ流せないタイプなんだ。VR 装着しながらいやいや、そう、じゃだから右で。選ぶときにね。右で別に再生とか、左でもできんだから。あ、そうか。右手利きだからさ。で、やってたら、それがもう終わっちゃったんだ。うん、そうだよ、そう終わっちゃった。だから、電池、右手だけ電池変えてんだから。すごいね。うん、だから面白い、詳しいよね、今。メタバースだよね、だからこれからは。何メタバース？メタバースって何？そういう言葉でさ、ただエロ見てるだけなんだから。だから VR が、VR にはやっぱメタバースに入っていくわけだから、これだと。やっぱりエロが引っ張ってくんだね。いや、エロが引っ張れるかどうかも。もうあれなの、もう VR じゃないとって感じ。そうでしょ、今や。いや、ちょっとね。ただの画面じゃ、うーんって感じ。いや、でも画面は画面でいいよ、やっぱし。うん、やっぱ近すぎるっていう問題があるから、ね。VR? うん。VR は近すぎる。近すぎるっていうのもあるよ、ね。嫁にはそれは、や、その、楽しんでるところそこが、だから難しいところで。帰ってきた時わからないでしょ、もう。あ、まあまあ、でも、イヤホンじゃないから。VR をしてる時はなんか赤いハンカチとか。いやいや、そんな、イエスノー枕みたいなのじゃない。入ってこないでね。イエスノー枕ももうわかんねえだろ。わかんないね。いや、入ってこないでね、みたいな。いや、まあそういうのはないけど。取っ手につけとくみたいな。そういうのはないけどね。それは自由にやってるけど。でも割れたことはない。まだ入ってきた。割れたことはないというか、そっと扉を閉められたのかもしれないけどね。刺してくれてね。わかんないね、うん。まあでも、イヤホンしてないから、イヤホンしなくても聞こえるからさ。え？そうなるか。スピーカーついてるから、耳の近くに。へえ。そう。だから何もないときは別に、あれかな。でも、いざというとき止めるとき焦っちゃうね。スマホみたいにピッて止められないでしょ。ぐーっと入り込むでしょ、やっぱ VR。そうだよ。入り込む、入り込む。あの、エロのビデオを見てるのではないんでしょ、やっぱり。そう。だからでも画像が、画質がいいのがさ、入り込みやすいから。うん、だから旧作みたいなやっぱちょっと、ああ、ちょっと荒いな、つってやっぱ、ね。ああ、そう。もうダメなんだ。うん、お腹でも過ごしていいんだよね。お前の好きなの。うん。だから、くるるぎさんね、くるるぎあおいさんはやっぱ、うまいな、っていう感じします、ね。芝居がうまい。エロい芝居が。芝居がうまい。やっぱそれは VR でより評価されるべきもの。じゃないかな、まあ、うん。くるるぎあおい、うん、最強説。最強説。くだよね。最強説。でもなんか調べたら、VR で女王なんでしょ、だって。そうだよ。ね、みたいだから。ああ、やっぱりそうか。お前やたら最近さ、漢字の読みかさ、すげえ上手くなったんだよね。うん、全部 AV なんだよな、あれ。ゆずりはかねんとかでしょ。ゆずりはなんて俺読めないよ、見たけど。読めないよ。蝶って読んじゃったよ、最近。奇変に葉ね。葉っぱの葉。奇変に葉っぱの葉、ゆずりは。お前、あれ、その発言って、コチカスモと全く同じだよ。コチ君も難しい漢字を全部 AV で覚えちゃって。っね、俺は漢字を AV で覚えちゃった。本を出せ、本を出せって言ったんだ、俺。俺は感情 AV で覚えた。いいよ。いいと思うよ。だって、ね、言ったら、その、難しいね。鬼滅の刃のね、うん、キャラクターたちで難しい漢字いっぱいあるからね。そうだね。あれで覚えるって言うもんね。うん、好きな子はね。そうだ。だからそれに近いもあるね。うんだよ、ね。だから高校生とか中高生はもう一番覚えると思うよ。うん、難しい漢字ね。あのね、女の子の名前でね。読みが難しいからね、うんうん。ラジオネーム、キャップジンジン。私はラジオネームがこれなんで。チンコが小さいと思われるんですが、別に普通です。知らねえよ。変えろよ、じゃあ。キャップジン、私ちっちゃくさ、チンチンがちっちゃいことを言ってるみたいなね。ちっちゃい。ちゃんと向けているのと勘違いしないでもらいたい。ここ、なんだこれ、墓場まで持ってない。全然キャップチンチンではないって。いや。じゃあ変えなよ。そうだよ。面白いから言ってるだけで、全然私は、向けていますし。うん、ああ、でも、うん。でも、小さくもないです。客というかもう本体ぐらい大きい。ペットボトルチンチンでいいんだな。墓場まで持ってっては欲しかったけどね。うん、こっちとしては。まあな。やっぱ言いたいっていう、やっぱり自意識がさ。ちょっと気になってたんだろうね。そうなんだよ。つけた時に。そうなんだよ。思ってるだろ、お前らみたいな、うんうん。ラジオネーム、僕はもはやサイコパスかもしれない。うん。久しぶりじゃないか。そうか。うん、今から遡ること18年前。小学4年生の頃。僕は休み時間によく自由帳に4コマ漫画を描いていました、うん、漫画イラストクラブに所属して描いた漫画を友達に見せたりしているうちに評判になり、うん、先生にも評判が伝わって、うん、卒業するときにはアルバムに自分の描いた4コマ漫画が掲載されるほどでした、うん、すごい。しかし当時僕の漫画を面白がって読んでくれた友達や、うん、先生方には本当に申し訳ないんですが、あの4コマのネタは
大半上田正史先生のネタを無断で拝借していたものでした。いいよいいよ。さらに小学5年生の時には長編もののギャグ漫画を書いていたこともあるのですが、そのネタの大半は当時志村健さんがやっていたコント志村運送物語から無断で拝借してしまっていました。まあまあまあ、勉強もスポーツもできず、いじめられっ子だった僕に唯一残っていた道が漫画を書くほどだったんです。いいじゃない。が実力もないのに人気を取ろうと、いやいやいや、隔離という行為で手を染めてしまいました。4年生で全部オリジナルっていないよ。当時の友達と先生、そして上田正史先生、まあ、今は霊界にいらっしゃるだろう志村健さん、うん、本当に申し訳ございませんでした。確かに、ね、上田先生の新刊は必ず買いますし、うん、東村山の志村さんの銅像に近々お詫びに伺いたいと思います、ね、いやーそれはやっぱね、やっぱ厳しいからね、やっぱトレースとか、ね、これはやっぱ本人のために本人が言いたかったんだろうな、うん、そうなんだ。ここにだから言ったから墓場までもう持っていく必要はない、ね、うん、ここでもう成仏というかね、うん、なるからね、みそぎが。だってもう芸大なんてみんなパクってたんだもんね、ね、いろんな有名な人のね。まあ、ええ、そういう人もいるよ、ね。パクってたんでしょ、玉美の友達。あ、そう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 。そうそうそうじゃねえんだよ。俺の同級生ね。まあ、かっこいいってみんなに言われてて。すげえ、天才だっつったら。ああ、みんなでね。元いた同じ家の人。やっぱね。うん。俺今もそういうのいっぱいあるもんね。いや、学生とかはしょうがないよ。いや、ましてや小学生だから。プロでもね、いるわけだからね。プロでもあるよね。これね。俺、真似して書いたりしたけど、うん、どこが線引きが難しいの？でも4コマ漫画なんかもう全部真似してたと思うよ。書いてたの？ 4 コマ漫画、片桐さん。なんか、学級新聞みたいな書くとき4コマ漫画、うん、絵がうまいと思われて書いてたけど、片桐さん。それはコペル21ってみんな買ってないやつに載ってた4コマ真似してたね、俺も。じゃあもう。平気の閉鎖で。もうね、うん。もうギルティーですね、じゃあ。そうです、そうです。片桐さんも。だって思いつかないんだもん。なんなんだろうね。ムカつくんだよな。そうなんだよ。ファンに全然ならないな。なんで、なんで。片桐先生は。そうね。だって絵を、だって普通は絵を描く人と考えると別なわけで、脳ってこととしてはね。いやいや、でもそれが漫画家ってすごい人がいるせいで。なんで言わなかったの、それは。あの、敗者、参照みたいな。その時も言ってたの、うん、言ってたの、言わない。うん。だからその元の漫画も小学生が考えたやつだもん。何じゃあ何だからまあ、まあいいかな。ということ。だからいいってことにはならないし。またいいかなと思って。で、それで面白いとか言われてたの。うん。ああ、そう。うん。それで、あ、いや、これあれなんだよとか。実はさ。で、また書いてよって言われるのがもう怖くて嫌だったよね。やっぱだんだんね。ああ。多分プレッシャーになってくるんだろうね。まあでもいろいろね、嘘ついてたしね。土器あるとか。土器はであったのよ。ただ、現実か嘘かが分かんない。だから嘘なんだよ、だから。いや、子供の時そうじゃない。うん。その、だから、親の車からぼーっとする脳内で見た、その畑に、割れた植木鉢があるかのごとく土器がいっぱいあったっていうのが、植木鉢なんじゃないの？だから、場所も定かじゃないからね、俺としてはね。うん、だけど、まあ、リアルなイメージとしては脳内に残ってたんだよね。それが本当かどうかを、そう。本当かどうかを言う前にあるよって言っちゃったから。うん、って言ったら、全然なくて。そうそうそう。巻こうとしたんだよね。そうなんです。友達もね。でもまあ、友達の方が運動神経いいからね。運動神経いいからね。いつまでもついてくんだよ、ね。で、気づいたら次の日になってたんだ。そう、もう全然覚えてない。その10人ぐらい来た自転車の友達をどうやって巻いたとか。家に帰ってたのかもわかんない。気絶したんじゃない？わかんない。気絶したんじゃない？でも本当にわかんないな。ジェンジャーってなったんじゃない？いや、もう本当に。いや、気絶は一番強いもんね。そうだね。やっぱそんな嘘とかさ、そうそうそう、土器がどうとか言ってる場合じゃないからね。大ごとにして煙に巻いたんじゃない？うん。そういう動物だよね。もうね。危険になったら気絶するっていうね。一番危険な状態なんだけど。ラジオネーム、インダスのりお。部活の後輩の千尋ちゃんへ。うん、9年前、僕が22歳の時、うん、仲のいいメンバーとお花見に行ったね。うん、お酒が入って、テンションの上がった君は、若いよ。男子相手に相撲をしだしたんだ。なんで？あら、なんかでもいいんじゃない？みんなは、君が女の子だから、わざと負けたり、うん、長いこと組み合ったりと。ああ、そういうことか。うん、組み合った後、ね、うん、ゆっくり君を倒したりして、なはしゃいでいたね。うん、いや、それはいいじゃない。でも僕は、君が勝負を挑んできて、手が触れた瞬間、君をぶん投げてしまった。なんでだよ。君からも、周りからも、めちゃくちゃ非難されたんだけど。超笑っちゃうけど。それには理由があったんだ。なんで？当時僕は童貞だったんだ。おう。だった、かっこ、素人童貞。うん、いいよ。なんだよ、その一言。違うんだよね。ただの童貞じゃない。童貞じゃない。本当は童貞じゃない。経験があるから。いいよ、言われて。ちゃんと経験があるから。どっちでもいいんだよ。キスどころか、手を繋ぐことすら経験がなかった僕は。君が勝負を挑んできて、組み合う前から、ギンギンに勃起してたんだ。そうか。
もしこのまま組み合ったら、勃起してんのがバレちゃう、うん。まずいと思った僕は組み合う前に君をぶん投げたんだ。どういう二択なんだよ。僕がずっと前かがみの姿勢だったのは、あ、そういうことね。そういう理由からさ。あの時はごめんね。いや。でも、勃起がバレで気まずい雰囲気になるよりは、マシだったと思う。バレなかったんだね、勃起ね。今度またリベンジさせて、次こそは、勃起せず、相撲を取ってみせるから。合わないだろ。急に立ってない。なんない。ね。なんない。22歳なんだよ、この時。リバーフェニックスの話かな、これ。ずっと前かがみで線路沿い歩かれてる。バレるよ、お前。シングルヒルがついちゃったな。ワオつって。それの刺激で勃起しちゃってるじゃん。かけてあげますね、いい青春だな、うん、いい青春、ね、スタンドバイにかけてあります。ラストですね。玉銀ピロリロ。小学5年生の頃、少年野球の練習中の話です、うん、野球場のベンチにグローブを置き忘れ、うん、はい、違う、置きに戻った時、ああ置きに戻った、うん、ベンチね。ベンチの上に指輪台の謎の金属のリングが置いてあるのを見つけた僕は、うん、ああこれキーホルダーをカバンとかにつけるリングだ、はい、と思って、うんうん、それをつまんで思いっきりグラウンドに投げました。なんでだよ。なんでだよ。その衝動的な、しちゃうよね、衝動的なやつでやるな、そういうの。セカンド付近に落ちたんで、結構飛んだな。俺は練習の邪魔になると思って、うん、拾い上げて、うん、もう一度思いっきり投げました。なんで、どこに投げたんだ。外野ライトの芝生のあたりに落ちたんで、あもう見つかんない、うん、これでよしと思った僕は、何がよしなんだよ。外周ランニングへ行きました。あランニングから戻ると、監督、コーチ、選手、全員が、グラウンド中に散らばって何かを探しているところでした。何投げたんだよ。なんとなく、嫌な予感がして、同級生の一人に、え、何探してんのって聞いたら、村川コーチの結婚指輪だよ、とのこと。もうなんでよ、もう。100% 僕が投げた。指輪台の金属のリング。セカンドの指輪なんだよ。指輪台じゃねえ、指輪なんだよ。すぐ怒るし、怒るとケツバッと押してくれる、してくる、村上コーチとはいえ。いやいや、そうよ。結婚指輪をなくして奥さんに怒られるのは、同じ男としてはさすがにかわいそうだなと。なんとしてでも見つけてあげたい僕。お前のせいなんだよ。お前のせいだとはいえとはいえ。何がとはいえとはいえ。何がとはいえとは。レフトとかには絶対ないから。みんなで一丸となってライト付近を探そうぜなんて言えるわけもないし。そうだな。そうだな。結局は血まぬこになってライト付近の芝を探しに探しまくることしかできない。そうだよ。どうしたどうした。結局見つからないまま一度解散となりました。やばいじゃん。終わったのこれで。じゃあ。いや、絶対見つかんないよ。芝生の中入っちゃったら。二回投げちゃったから。二回投げちゃったから。セカンドの時は分かったからね。土の上はまだ分かったんだな。でもセカンドにあった時にやっぱ言われちゃうからね。なんでセカンドにあんだってね。なんで投げちゃったんだろうね。理由で。何の理由もない。何の理由もない。投げちゃうんだろうね。なんか分かるんだよな、でも。投げちゃったの。これ二回投げちゃったの。キーホルダーのやつだっつって。そう、いらねえ。二回投げちゃったんだよな。でかいよね、でも。子供からしたら大人の指は大きい。にしても大きい。あ、そうか。まあ、子供だからね。星川の指輪なんてブカブカだからすぐ投げちゃうよ。投げね、でかくはないんだよ、指輪。星川投げちゃうの？信じられないぐらい指が細いだけなんだから。投げたことはないです。投げたことない。とうとう星川までマイク。ハンドマイク持って星川。TBS から。なんだよ、それ。星川マイクができてる。びっくりした。用意されてる。そうなんだ。はい、よかったです。はい。よかった、話す機会が。ありがとうございます。さあ、ということで、皆さんの心の奥にしまっていた秘密を吐き出してみてはいかがでしょうか。宛先は elekt@tbs.co.jp。elekt@tbs.co.jp。袴まで持っていった方がいいですかのコーナーまでお願いします。2年ぶりとなる全国ツアー開催決定。 TBS ラジオ公演第25回 BEGIN コンサートツアー2022、 3月20日日曜日、21日月曜祝日、 LINE キューブ渋谷で開催。3月20日はソールドアウト、21日はチケット好評販売中。お問い合わせは 03-5720-9999ホットスタッフプロモーションまで。心揺さぶる音楽をご堪能ください。 TBS ラジオ公演アートフェア東京2022、テーマはアートアートアート。3月11日から13日までの3日間、東京国際フォーラムで開催。アートの今、今のアートをご堪能ください。詳しくはアートフェア東京で検索。 905FM954AM
曲流れてるから歌わなくていいんだよ。エレカタの決備、エレカタの決備、歌決備。TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2022、サポーテッドバイ日立物流、仙台フィルと中村雅俊が夢の共演。3月6日日曜日、宮城県名取市文化会館で開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。開局70周年記念 TBS ラジオ公式読本、責任編集武田砂鉄、遠藤靖子、爆笑問題、ライムスター歌丸、神田伯山、荻上チキなど30人を超えるパーソナリティが登場。土曜ワイドナイツの着席大放送への密着取材や寄稿文も多数掲載。石川明はじめナイター実況アナウンサー、小崎のお二人、岸谷五郎、浅木久仁子、渡辺真理、小西克也、松本智子らも参加。開局70周年記念 TBS ラジオ公式読本は税込み1760円で販売中です。ぜひお近くの書店などでお求めください。エレカタの決備、この番組はみんなのライブ配信ふわっち他各社の提供でお送りしました。エレカタの決備、 TBS ラジオエレカタの決備、そろそろエンディングのお時間です。月曜日は完全新録のポッドキャストを配信、私一回死んだのかもしれませんをはじめ、本放送ではやっていないコーナーがいっぱいありますので、ぜひお聞きください。登録の方よろしくお願いします。お願いします。ここでもろもろお知らせです。はい、何と言っても明日です、ね、はい、もう最終日、はい、ライブに来ていただきたいね、来れる方ぜひ、そしてもしよかったら配信を買ってください。買ってください、そして我々のトークライブ、はい、僕らのお茶会渋谷3月3日木曜日、決まりましたね、はい、夜7時からひな祭り、久しぶりに平日の、そうか、夜7時開演ですね。なるほど、こちらのチケットが発売になったみたいな、お願いします、ぜひ買ってください、はい、そしてこれですよ、今田さん、お願いします。20日ですね、20日に静岡富士市ですかね、うん、での、ズームでの私たちが観光案内をする、イベントがございます。こちらの方無料でございますので、ぜひと皆さん登録して、ね、これぜひ来て、本当です、無料なんで、ぜひお願いします。エレカタ決備リスナーはもう本当全員もう、まあ、見なくて、見てほしい、見なくてもいいんで、もう登録だけ、登録だけでもなんかよくわかんないうちに、なんか人気の吉本お笑い芸人と競わされてるらしい。知らなかった。知らなかったんだよな。なんかその人数で今後の展開が変わりますみたいな、まあまあまあ、なんかね、すごい、まあ、そういう駆け出しのアイドルみたいなこといつの間にかさせられてたんで、わかりやすいけど、ね、お願いします、ね、お願いします、勝たせてください、うん、数のね戦いなんで、ね、数だけいけばもう見なくていいです。そうだね、よろしくお願いいたします。親戚一同でね、そうですね、僕とか、うん、まあ、あのちゃんとねツイッターとかで URL とか貼っときますんで、ぜひそこからお願いいたします。はい、私は毎週土曜日11時半からやってます東京 MX 私の芸術劇場、来週2月19日は東京国立博物館特別展ポンペイ、あ、よかったですね、あれいい展覧会ですね、僕の平成館の方でやってます。2月14日月曜日、まあ、毎週月曜日22時からフジテレビドクターホワイト、来週第5話ですね、うん、はい、すき焼きストアない片桐にオフィシャルストアにてまだまだグッズ販売中です、お願いします。はい、ということでございましてね、明日までライブございますし、来週1週間は、アーカイブで配信の方も見れますので、はい、エレガタの燃えろコントの人もよろしくお願いいたします。ということで TBS ラジオエレガタの決備、今夜はこの辺でさよなら。君は君こそは日曜日よりの使者。 TBS ラジオ公演ミュージカルメリーポピンズサポーテッドバイスカイ待望の再演、ウォールト・ディズニー不朽の名作メリー・ポピンズ、たくさんの魔法が仕掛けられた舞台セットについ口ずさみたくなる名曲、そして圧巻のダンスシーン、夢と魔法の傑作ミュージカルが4年ぶりに帰ってきます。メリー・ポピンズ役を私浜田恵と笹本玲奈、バード役を大貫勇介、小野田龍之介、他にも個性豊かなキャストでお送りします。3月20日より渋谷東急シアターオーブ、5月20日より大阪梅田芸術劇場メインホールにて上演します。詳しくはミュージカルメリーポピンズで検索ください。 905TBS ラジオ、お聞きの放送は FM90.5MHz AM954kHz TBS ラジオです。2時をお知らせします。